ゴールデンペアとヤングペアの対戦となりました。佐藤さん、はい、ヤングペアにとってはですね、まあ大きなチャンスといいますかね、張り切らざるを得ないでしょうね。これ張り切ってますね。はい、昨年の私がパグリーグ戦ではですね、好成績を残しましたけども、はい、大きな試合タイトルには恵まれなかったですからね。そうですよね、初めてのタイトルのチャンスなんですね、はい。今あのゴングが鳴ってるんですけど、あっとこれはどうだったんでしょうか。あるいはヤングペアの作戦でしょうかね。ゴングが鳴ってもなおあの打ち合わせをしているような感じで、ちょっとあの隙を見せました。ゴールデンペアに対しまして後ろから襲いかかりました。さあ果たしてゴールデンペアに対しましてヤングペア、今日はどういった試合を展開いたしますか。なんといってもやはりスピード、これがまず第一でしょうね。決め手としてはそうですね、はい、スピードと重さでしょうね、あのゴールデンの方はやはりパワーがありますからね、ヤングは対抗するにはスピードしかないような気がしますね、はい。一方のゴールデンペアはもうすでにこの 3WA の世界タイトルはかつて昇進にしておりました。先輩の意地にかけましても、あるいはまあ、あのゴールデンペアの名にかけましても、今日は絶対にヤングペアには負けられないところであります。橋本さん、今日 のヤングペア何か言ってましたか。やっぱり絶対欲しいって言ってます。そうでしょうね、とにかくもうブラックと対戦するのは私たち以外ではないんじゃないかって、いつもはね、はい、会場なんかで顔を合わせますと本当に人懐っこくですね、はい、こんにちはとかおはようございますとかね、挨拶をしてくるヤングペアなんですが、今日あの私この赤沼スポーツセンターで最初に目と目があった時にですね、軽くあの目礼したぐらいでね、はい、表情は緊張の少ししてるんですかね。そう、なんかちょっとやっぱりいつもの明るいね、はい、人懐っこさはありませんでしたよね、はい。それだけ2人は今日はこの一戦に何か期するものがあるようであります。予想通りと言いますか、やはり早い動きを見せております。どっちかというとあの佐藤さん、ゴールデンペアの2人はあの、まあ、気がいいと言いますか、ちょっとあのおっとりしたところもありますでしょう。そうですね、スピードがね、ですから、あのヤングペアあるだけにですね、ヤングペアにとってもチャンスがあるかも分かりませんね。そうなんですね、あの速攻で攻めて早い回にですね、攻撃してですね、まあ、2人がかりの攻撃さえ出ればいいんじゃないでしょうかね。はい、今日は先ほどもご紹介いたしましたように、北海道の花の女王に選ばれました3人 の, あのお嬢さんたちに放送席に座っていただいております。本当にもう目を丸くいたしまして、熱戦を見守っております。16代目の北海道花の女王に選ばれました服部さん、それから準女王の斉藤さん、同じく準女王の小野さんであります。服部さん、どうですか、あのこうして、女子プロレスをリングサイドでご覧になるのは初めてなんですか。はい、初めてです。ねえ、凄まじいもんでしょ。斉藤さんはいかがですか。あのすごく迫力がありますね。はいはい、やはりあのリングサイドでご覧になるのは初めてですか。初めてです。そうですか、はい、小野さんにもちょっと感想を伺いたいですね。小野さんいかがですか。私も初めてです。とっても迫力があって。そうですか、はい、今日はあのゆっくりね、お楽しみください。さて佐藤さん、はい、ここまで試合をご覧になっていかがですか。そうですね、シブロクでヤングみたいな感じですね。ねえ、あの先手完全に奪われてますからね、はい、やはりヤングペアの先制攻撃が早い動きと相まってですね、ここまで成功した感じですね。そうですね、今のところ成功してますね、はい。横田里美、そして花輪聖子、ともに若さ十分、しかもスピーディーなレスリングを売り物にしております。この2人のペアに対しましてゴールデンペア、どういった先輩の意地を見せますか。札幌の赤沼スポーツセンター満員のお客様を前に 3WA の世界タッグ選手権挑戦者決定戦が行われております。まあ、どちらかがこの試合に勝てばですね、9月21日横浜文化体育館ですか、はい、日米対抗戦の最初の試合の日にですね、このタイトルマッチが行われるわけですね。そうですね、はあ、クイーンエンドですがリターンマッチに失敗しましたので、はいはい、その後がマッチですか、まあ、ブラックペアに挑戦する、まあ、次々とですね、はい、こういった目がこう生まれてくるわけですね。
そういえば9月21日からは新しいシリーズといたしまして NWA からやってまいり、世界の強豪6人の選手に日本の選手が次々と挑戦いたします。日米対抗戦が始まるわけであります。まあこれから秋にかけまして、まさにあの全日本女子プロレスがビッグイベントといいますか、マッチがもう目白押しという感じであります。あれですね、あのそういった意味では激しい秋ですか、燃える秋みたいなもんですね、はい、あ本当にそういう感じになりましたね、今なんかのほとんどタッチしてませんけどもね、柳レフリーの厳しい注意にもうチェンジしたと、タッチしたと、はっきりと言っております。ヤングペアであります。この辺が若さというんでしょうか、非常に無国旗の強い2人であります。一方ゴールデンペアの方はどちらかと言いますと、まあ、正統派というんでしょうかね、正面から正々堂々と試合をやるタイプであります。あまりあのゴールデンペアが反則をやったところ見たことありませんね、橋本さん。やはりあの真っ正直な試合ぶりがね、はい、何もゴールデンペアらしいそうであります。ね、さあ何シーズン怪力を発揮いたしました、抱え上げました、横田ビンセンチが捕まってしまいました。そして今度はビクトリア包みであります。ここで花輪聖子選手が出ました。ブレンバスターの体勢から前に落とします。これはゴールデンペアの得意技の一つであります。さあ今度は腕を取りました。ようやく迫力のあるゴールデンペアの攻撃が展開されるようになりました。エプロンに逃れました、ロープに逃れました花輪聖子であります。自分のペースを取り戻せばさすがにゴールデンペアであります。一つ一つの技に迫力があります。さあ今度はナンシーが捕まえた。佐藤さん、ナンシーにとってもですね、はい、この秋はいろんな意味で大切な試合がたくさんあるんじゃないんですか。そうですね、あの今度はバラバラで、まあ、リーグ戦にも出ますし、はい、まあ、あの日本の選抜試合リーグ戦ではマッチかなりあの迫力ありましたね、成績良かったですからね、はい、今の予定ではですね、最終戦で、ナンシーは何かのタイトルに挑戦するという話があるんですよ。そうですね、はい、とにかく日米対抗戦、日本側の選手決定の、まあ、あのリーグ戦では最も迫力のある試合ぶりを展開いたしました。ナンシー組であります。現在絶好調。一方のビクトリア・スミス選手も、まあ、のいつもは膝あるいは肘、そして肩のあたりサポーターがいっぱいという感じ。しかし今日ご覧のようにほとんどサポーターもサポーターはありませんね、はい、ですから体調が良くなったようであります。この試合は30分1本勝負で行われております。最初はちょっとヤングペアのまあスピードのある先制攻撃に戸惑った感じでしたゴールデンペアでありますが、ようやくあの自分たちの調子といいますかペースを取り戻してきたんじゃないですか佐藤さん。そうですね、落ち着いてやってますね、はい、今のところうまいことヤングをバラバラにして攻めますから、まあ、個人の差で言いますとね、やはりあの、はい、ゴールデンの方は上ですからね、はいはい、しかし時々今みたいにね調子に乗って攻撃してますとね、何か空振りということもあります。ゴールデンペアであります。さあ若さのそしてスピードのヤングペアか、あるいは貫禄十分のかつて世界タイトルを掌中にしておりましたゴールデンペアか、挑戦者決定戦が激しく行われております中島スポーツセンターであります。今日は北海道にやってまいりました札幌中島スポーツセンターから熱戦をお送りしております。すごい場外乱闘になりましてね、ああ見てくださいよ、あんなとこ行ってますよ、姿が見えなくなりましたがご覧ください、控え室のところまで行っております。これナンシーですか今のね、そうです、場内のお客様もびっくり仰天であります。
佐藤さん、はい、北海道はまたあの格闘競技が盛んでお客様もよく知ってるんでしょ。そうです ね、あのよくご存知ですね、はい、あのだから北海道の人って言ったらそういうどういうんですか、あのやはり開拓者魂ですか、そういうのがあるようです ね、あのですよね、体を張ってやるというのはなんかお好きじゃないですね。今日は広い札幌中島スポーツセンターでありますが満員の盛況であります。選手も張り切っております。さあ前半戦は完全にヤングペア、中盤になりましてようやく自分のペースを取り戻したゴールデンペアでありますが、再びヤングペアがどうやら主導権を握ったようであります。やはりあの威勢がいいだけにスピードがあるだけに場外乱闘なんかになりますとね、案外ヤングペアの方がしっかりしてるんですよね。橋本さんすごいやっぱ走るのにもすごいスピードありますね、ほらほらね、やってますでしょ。とても後輩とは思えません。果敢に向かっていきますヤングペア、ご覧ください。いや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 、これですからね、やられてますねゴールデンペアが。さあビクトリア夫人もいやお客様の中にねもんどり打って倒れてしまいました。ヤングペアの2人はさっと今リングの上に上がりました。カウントが始まっております。ゴールデンペアは戻ってくるか。さあ危ないぞ、あっとカウントが続いている。あどうやら大丈夫のようであります。今ナンシーがビクトリア・クシミを助けを起こしました。まず入ってまいりましたのはビクトリア・クシミであります。花輪聖子が行った、スピーディーな攻撃を展開しているヤングペアであります。まだ行きました、後ろに投げ飛ばします。あっと今度はナンシーが登場しました。ナンシーもまた横田美に捕まった、横田美がロープに振った、さあ後ろに投げ飛ばしました。相変わらずスピーディーな攻撃を展開しているヤングペアであります。現在絶好調、大技炸裂、人間風車であります。何かあのタジタジとしてますね。今度は万事であります。万事これもダメですね。いやーそしてバックを取った、どうかトリックロック、ようやくナンシー組チャンスを使いました。しかし横田君後ろに行った、逆バックを取った、すごい試合になりました、すごい試合であります。さあ横田君行った、今度はタイムクロックであります。早い試合ですね、本当に見事になります。いい試合を展開しておりますヤングペア、そしてゴールデンペアであります。この試合に勝った方が BWA の各組に挑戦することができます。さあ、上からいった、これは強烈でした、これは強烈でした、すごかったですね、待ち構えておりました。おっと今度はヒップ攻撃であります。とうとう出ました、すごい攻撃ですね。さあ続いて、あっと完全にゴールデンペアのペースになったようであります。満を持しておりましたゴールデンペア、迫力のある集中攻撃、さすがのヤングペアも動きが止まってしまいました。こうなるとナンシー、さあその怪力をどう発揮いたしますか。うん、横田美選手苦しそうな表情を見せました。さすがのヤングペア動くか止まってしまいました。さあちょっとヤングペアピンチであります。ナンシー組今ビクトリア組にタッチ、今度はビクトリア組ナンシーが、さあコーナー待ってる、これがありますんでね、どうもいけません。また場外乱闘になるか、場外乱闘になったようであります。危ない危ない、場外乱闘、リングの上には誰もおりません。二手に分かれました、完全に二手に分かれました。いやいや橋本さんどうなってるのこれ、向こう側では横田とビクトリアかな、でそしてこちらで花輪とナンシー、はい、誰もいませんね、リングの上には誰もおりません。いやー場内総立ちという感じであります。やってますやってます、放送席からは見えません。いやーリングの上には誰もおりません。さあ誰が上がるか、ダメダメダメ